がやった、ね、あ、脚本の石田が俺脚本、うん、ああいう映画のお仕事ってどうやって決まるのと思って。次じゃあ男の子欲しいんじゃないの。男の子も欲しい。まあでもどっちでもええねんけどな。キモいな顔が漫才終わって漫才中の態度がムカついて井上のやり首掴んでうらーってやったことあるすやん。じゃあ井上は。どうも海作です。さあ今日なんですけどもノンスタイル石田さんが来てくださいましたいやー嬉しいわほんまに。もう大好評ですからね。大好評やほんまに。まあ、今回3回目なんですけども、はい、もう石田さん大好きなんですよ。いや本当になんかいつも出てくださるし、はい、なんていうか僕の中ねこのまあドキトークなんですけど、はい、まあ、もう約19年間、はい、ね、まあ、一緒に本来やっていってる同期なんですけども、うん、まあ、僕 だけではないと思うんですけども、まあ、僕個人的にはね、はい、結構こう同期トークってこう動画でやってるじゃないですか、はい、でも外では今まで過去を振り返るとじゃあ同期のみんなといっぱい喋ってきたんかって言ったら喋ってないわけですよ、うん、だから今回この企画でね同期トークっていう企画でなんか、はい、過去の自分を取り戻してる感じがするのよね。ああ、なるほど。そうそうそう、うん、で今回石田さん3回目でしょ、はい、どんどん仲良くなってる気がする俺だけかな本人に聞かなきゃわからないけど俺めちゃくちゃ仲良くなってる気がするのよね。いやそこらもちょっと聞きたいんですけど、うん、ちょっとあのトークの前に梶作に1回なんすちょっと確認なんすじゃなくて、うん、確認だけしたいんですけど、はいはいはい、何でしょう3回来てくださった、うん、これありがたいんですけど逆に考えたらなぜ3回になってるかということなんです。なるほど、はい、それは分かっております、はい、僕が聞きたいことを全部全然聞けないからそういうことです。それで言うたらしゃあないもんだって、まあまあまあ、石田と話してたら楽しいからこう盛り上がっちゃって、はい、なかなか聞こうとしたことは聞けなかったりするんだけど、はい、今日はでも任せてください。お願いします。確実に確実に聞くからお願いいたします。やっぱ聞きたいのあれでしょ。なんかこれとかあるんですか。やっぱその聞きたい、そうそれです、そうそれでしょ、はい、一番聞きたいこと、はい、石田さんといえばあれでしょ。それです。なぜそんなにすぐ骨折するかでしょ。違います、違います、それじゃない。えそれちゃうの。もっといろいろあるじゃないですか。うせやん、俺それ一番聞きたいんだけど。それもちょっとすごく気にはなるんですけれども相方の井上さんいろいろありましたから、はい、その辺の話だったりとか、はい、あと今回もう一個確実に聞きたいのが、はい、お子さんの話もちょっとしたいなと思って。あ、いいですね。うん、僕もやっぱり4人の子供を持ってますから、はい、うん、石田さんもね双子の可愛らしいお子さんがいらっしゃるということで、その辺の話もねもうなぜいっぱい聞きたいのよ、はい、いろいろな話をねちょっとしていきたいと思いますんで、はい、楽しんでいただけたらなと思いますというわけで本日の動画お願いします。ノンスタイル石田さんです。また来たね来てくれるよねほんまに来てくれるよねお前何最後まで行けよ何が、ま、毎度いや毎度さこの質問全部行く行く言うて全然行かへんいや せやねんけどじゃあ分かってよ楽しいねん俺。えどうでなんか仲良くなったとか言うけどさ、うん、いい加減さ LINE 交換せよツイッターの DM でやり合うのやめへん。えなえそうなのよ。そうなんすか。これちょっとごめんないした俺今日ほんまにそれ言おう思ってんけどこれ理由があって、まあ、過去に2回石田出てもらって、うん、まあ、お話しさせてもらうねんけど、うん、もうあまりに楽しすぎていつもその撮影する前に今日こそ LINE 聞こうと思ってんのよでも楽しすぎて盛り上がって終わった後聞くの忘れちゃうんだよそうだからいつも未だに僕ツイッターのダイレクトで石田お願いがあんねんけどそうそうそうちょっと出てくれへんかなそろそろみたいなそう毎度カジサックから DM が来るカジサック感が強いね俺にはちょほんま交換して頼むわそれで言うたら頼むわそれこそ頼むでもほんまにね、うん、もう反響がすごくて石田出てほしい石田出てほしいっていうのが何個もあんのよほんまにで石田にもね僕が一回伝えた あの仕事場一緒やった時に、うん、ちょっと石田まだ出てくれへん言うたら嫌な顔一つせずにさ、うん、俺なんかでええんやったらなんぼでも出るでって言ってくれるやんだって全然なんも嫌なことないもんなほんまだってすごいねだってさ、うん、カジサックを見て石田さんのファンになりましたっていう人おるからね。うわーほんま、そうそう、え、それまで俺見てなかった見てなかったそうそうそうあれみたいな意外と石田さんおしゃべりなんですねいやあるよだからこのチャンネルってそういうところがあって、うん、まあ、僕個人的にもそうやで、うん、だっていまだにあるのが、うん、キングコング梶原は大嫌いだけど、うん、カジサックは好きって言ってくださってる人とかもうかなりいるよ。ああどうしてもキングオンカジュアルは好きになれんすよ僕はもう石田に出ていただいて本当ありがたいし、うん、もう何やったら俺はこんなん言うたら恥ずかしいし、うん、もう迷惑かもしれんけど、うん、準レギュラーになってくれえツッツンみたいな感じそう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 サック氏に続く石サックで全然ジャージ作りますよ真っ白の真っ白のジャージ全然作りますけどね。ああそうそれで言ったらはい、いやそれはもうありがたいことですよ。いや
ほんまにな、俺の中では石田っていうのはやっぱり特別で同期やし、まあ、サックスも特別やで、まあ、でもサックスは違う戦場で僕は一緒に戦ってきた人間であって、ね、うん、石田の場合は本当に特別っていうのは同期っていうこともあるし、うん、石田もむちゃくちゃ忙しいから、もうはっきり言うて僕は3ヶ月に1回出てほしいのよ。はっきり言うわ。はっきり言うたな。でちゃんと3ヶ月の1回このペースをちゃんと守ってるよね。いや迷惑かけたくないから、やっぱ3ヶ月に1回ぐらいこうやって石田と腹割ってトークするのもいいかなと思って勝手に言ってるんだけども、全然全然、ほんま、うん、ほんまにありがとうございますなんですけども、うん、もうこんな言ってる間に時間が経っちゃうから、うん、ちょっといろいろ聞いてきたら、まずね、うん、俺がちょっと聞きたかったのは、うん、まあ公開はもう終わってると思うんだけど、うんうんうん、映画やっね、ああ映画、うん、めっちゃすごない、うん、耳が腐ってしまう愛やったっけ。おだいぶニアやな。耳を腐らせるほどの愛、ね、耳を腐らせるほどの愛なんですよ、うんうんうん、脚本を石田が俺脚本、うん、したわけでしょ、うん、ああいう映画のお仕事ってどうやって決まんのと思って、今回は読売テレビが出資して、はい、吉本と一緒に金出してやる映画、うん、はいはいはい、でそれで誰脚本にしますかっていうので、うん、俺が脚本をしてるのを最近ちょっとずつ知られてきたから、それで石田どうですかっていうことになる、うん、なるほど。そうそう、石田はじゃあもともと興味あったってこと。俺ね、でもね、映画に興味があるかっていうとない、だから監督はしてない、うん、あーそういうことか、本だけってことだ。あ、そうそう、物語を書くのは好きやから。でもさ、うん、漫才とかね、コントとか、うん、まあそれこそ舞台のお芝居、うん、映画、俺全然ちゃうんやと思うねんけど、うんうんうん、どうなんその辺って。いや違うな、全然ちゃう、全然違う。お笑いって結構浅瀬でさ、うん、ずっと笑いを取っていく方が良かったりするやん、うん、まあそうね、手数と言いますか、うんうん、なんかそういうなんとはまた違って、うん、なんか目的が笑いを取ることじゃないから、物語を成立させた上で何が面白いかっていうのがその物語であったりするから、うん、今さネタ作っててさ、うん、これこの流れしたらまあウケんねんなっていうのも、これぐらいやったら大体分かってくるやん。まあちょっとまあロジックじゃないですけどもね、うん、そうそうそう、方程式といいますか、そうそうそう、まああったりしますよ。そう、やっぱそこに向かいがちな自分が好きじゃなくて、ほうってなった時にこの物語を作り始めると、うん、それぞれ人の個性を書いていくもんやから、うんうん、それが結局漫才にまた帰ってきて、うん、石田の個性と井上の個性を見せれるようにちょっとずつなってきてると思うねな。はあ、なるほどな、考えてるな、うん、それがだから今楽しいな。なるほどね、うん、それ映画の話もらった時に、うん、まだ要は石田の中では真っ白なわけでしょ、うんうん、どういう映画にしようとか、うんうん、どっから考えんのそういうのって。あ、でもなんかいろいろ書きたい題材っていうのがもともと頭の中にいくつかあって、その中でこういうのどうですか、こういうのどうですか、こういうのどうですかっていうので聞きに行ってもらったやつを、じゃあプロット書きますねって言って、プロット、うん、あらすじ分かれへん俺、プロットなんか言われてもちょっと厚めのあらすじプロットって言うそうですえ、もう最初から井上を使おうっていうのは決めてたの。うん、全く井上を使うつもりもなく、えっ、ねんけど、まあ、読売さんが、うん、よかったらその話題性的にも井上さんを出してほしいんですけどって言われて、うん、嫌です絶対嫌ですって断って。なんでやねん、えいいやんか井上じゃじゃなんでやん、じゃじゃ井上出すとさ、井上の色を出さなあかんやん。まあねってなったら書きたいものが制限されるから、どっちかよね、例えば主役にするのか、うんうん、目立つ役にするのか、本当の本当の脇、うん、一瞬出てくるにするのかとかにはなってくるよね。そうそうそう、だからほんまはだからそれを言われて断ったけど、うん、どうしても出してほしいんですって言うから、うん、ほんまにもう言った通りめちゃくちゃ浮気役にして物語と全然関係ないやつにしてんけどそれ提出したら、はい、いやもうちょっと使ってほしいんですけど、やっぱそういう願いがあったりすんねや。そう、でできたら主役にしてほしいんですってなって、なるほど、わかりました、じゃあ主役にしますねってなって、どうしようかな、うでも井上に主役かって、よし、しんどいてもらおうと思ってなるほどね。じゃあこんなこと言うとあれやけど、うん、まあ石田の構想の中でのものではなかったりしたってことかな。そう大人がだいぶ動いてるね、それね。だから、邪魔井上邪魔、うん、石田は石田でノンスタイルで漫才やってるし、うん、また別の仕事、書き物の仕事、作家業ともやってたりすると思うんだけど、うん、なんかそこでコンビ感出すんってちょっと嫌だったりするよね、多分。そう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 、なんかこじんまりするやん、うちうちでやってる感強なってくるやん。確かにノンスタイル色がすごく強くなるもんな。そう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 、あとやっぱり井上も気使うやろしな。せん、あいつは気使えへんか、使えへんほんまなんか、いやさすがに使うやろ、なんか石田ごめんなみたいな。全然全然、あいつも出たくなかったってずっと言ってるし、いろんなところで。
え、そんなん言うてんの？そうそうそう、なんでそんなこと言うの？え、それは嫌やろ、そんなだってさ、ネタでもさ、うん、俺が言えって言われたこと言わされてんのにさ他の仕事で言わされるの嫌やろ。いや俺でも全然西野さんのプペルの映画出たいけどな、うん、全然俺オファー未だに待ってるけどな。出たい、うん、ヒットの香りするやん西野のやつは。お前それちょっと下品やわ。いやでやまた話変わってくるわ。なんでやねんな。ヒットの香りするやん。いやそれで言ったら石田の脚本の映画だってヒットの匂いするかい。でやねんするかい、そんなもん。でも分かんないわけでしょ、耳の映画も。耳の映画やっちゃヒットするかよお前。そんなに耳と井上の映画あるやん。耳と井上ってないのお前、まあ、絶対おもんねえ。その映画もね、うん、評判が良かったらまた流れる可能性もあるってことでしょ、まあ、評判が良ければね。ないないそんな。わかんないよ、でも声があるかもしれん。西田言うたらもうむちゃくちゃ人気やし、うん、その映画もおもろいってなったら周りの人がほっとかへんかもしれへんやんか。うん、うん、だからそういう意味ではあるかもしれないよね。 まあでも俺な普段エゴサーチとかせえへんねんけど、うん、今回映画が公開してからエゴサーチしたしてんの。デビューした、デビューして、エゴサーチデビューした。出た。最初の方はドワーッとこう、うん、いい評価が来てんけど、はい、今ピタリと止まってる。偉いもんやな。ほんまに。でもやってみて楽しかった。あ、めちゃめちゃ楽しいよやっぱり。ほんま生粋の本格よね。そうね、好きやね。今回映画も初めてなの？映画、うん、長編は初めてやね、うん。じゃあ今後も映画の本も書いていきたいとは思ったりするってこと？そうね、書きたい。うわすげえなー。どれぐらい時間費やしてんのそれ？えげつないんじゃないの？でも人によってね、作家さんによって書くスピードって全然違うと思うんですよ、うんうんうん、石田はどのタイプなの？これね難しいねんけど、うん、俺もう何本も書いてんねやんか。え、同時進行で？同時進行で。だからこのどれぐらいかかったかっていうのはよう分からへんねんな。え、じゃあ一作品を書き終えるまでやろうとはならないってこと？うん、なれ。え、全部同時でやってんの？うん、漫才、コント、舞台、映画、うん、何それ。いやでもな、俺はな、やっぱもっとやらなあかんなと思うねやんか。何をよ。頭もっと使わなあかんなと思って。いや十分やろ。バカリズムさんと、うん、あとキューマさん。キューマさん、うん、尊敬してるね。尊敬してる、うん、このお二人が、うん、書き物をやりすぎて頭使いすぎて、うん、二人とも頭痛がもう来て、二人とも別でもう病院行ってって。え、いや二人とも脳みそ使いすぎで脳みそ腫れてるって言われて。それ言われたやん。なんでなの。やめとけ。言われたやめとけ。いやいや、体が資本。いや言われたいね。いやいや言われたいね。あかんが。それほど考えれんねやと思って。やっぱ俺ちょっとじゃあ石田さん、ぬるい。俺ぬるい。ごめん。じゃあ俺ちょほんまに止めさせてそれ、うん、一応仲間として止めさせて、うん、お前絶対あかん。あのね、うん、僕思うんですよ、うん、キューマさんとか、うん、バカリズムさんとかは、うん、脳が腫れても、うん、大丈夫な人だと俺は思うんだけど、これはあれですよ、いい意味ですよ。あなたダメだと思う。なんでやねん。なんかほんま砕けていきそう、そのまま。怖いね俺。なんかちょっと同じ匂いすんねん俺。あー、わかるわかる。あのな、飛び癖みたいな。そう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 。そうなんだから石田は多分よからもってグーやんねんけど、脳が腫れるまで行っちゃうと、うん、うだうだうだってもうわーってなりそうな気がする。あー、だからとこう陰に入って、陰に入ってしまうというか、かやめてください。でも憧れやねんな。何が？頭使いすぎて脳みそ腫れて病院行って。こんなかっこいいエピソード。いやめちゃめちゃかっこいい。でこれ人に言われたらかっこいいやつや、ね、かっこいい、ね、自分では言われへんよな。せえねん。そこに影響やっぱされんねや。そうやね、十分使ってるよ。だって休んねんやろ全然。いやそんなことないでしょ。そのノンスタイルの仕事以外のところで書き物をやってるわけでしょ。うん、やってるけど俺家で書き物せえへんから。あ、そうなん、うん、え、どこでしてんのじゃあ。移動中とか新幹線だったりとかってこと？そうとか、朝早めに仕事出て、うん、で外で書いたりとか。それは家では絶対しないっていうポリシーは何なの？結婚してからかな、家に仕事持ち込みたくないっていうか。素敵な旦那やな。ちょうどええわ。え、やっとこの話できるわ。俺子供の話聞きたかった。ああ子供な。石田にお前早かったな。子供できるの。なんでそんな嬉しそうやん。すごいな。なんでそんな嬉しそう。めちゃくちゃすごいなと思って。お前人生豊かやな。なるほどな。今まで石田は子供ができる前はそういう考えなかったけど、なかったなかった。できてからはいろいろ分かるでしょ。うん、今何歳だっけお子さん。今1歳10ヶ月。1歳10ヶ月 の双子でね、うん、娘さんで、うん、ねえ、できてからいろいろ変わったでしょ自分の中で。めちゃくちゃ
ちゃ変わって、こんなに視界が晴れるのかという、うん、だってさ、うん、このことはあれやけど、うん、石田自体もむっちゃ明るなったよ、うん、素人が見ても、うん、この人なんか明るなったなっていう時あるやん、あそれそれそれ、あお子さんができる前の石田ってやっぱりどっかやっぱ陰というか、そうね、うん、陰でけん玉の練習ようしてるんですけど、うん、時もなんかいいんやって、うん、でも子供できてからは、うん、けん玉の練習を陰でやってる時もなんか明るいやってること変わってへんやんか、やばいやろお前、けん玉やってから笑ってるやつ自分の中でどう変わったの？余裕ができた、うん、気持ちの、うん、そう、人間として余裕ができたから、うん、仕事とかも、うん、無理してせえへんというか、あ、そっちなんや、そうそうそう、でも俺ツイッター見させてもらってるんですけど、石田のね、うん、よくお子さんとのツイッターをしてるじゃないですか、うんうん、結構そうそう、さっき忙しいやろって言ったけど、うん、家にいるよね、あれはそういう時間を作ってるってこと？作ってる、素晴らしいね、俺ほんまさ、何でも仕事は断れへんタイプだったのよ、元々昔は、うん、だけど子供できてからはなんか、うん、これは大丈夫ですかねみたいな、あー言えるようになったんだ、そうそうそう、それはやっぱり時間も大切だしっていう、そうやな、いやこれは先輩として言わせて、うん、それは子供の、うん、むっちゃ合ってると思う、やってること、あーほんまに、ね、ほんまに、うん、まあ今も感じてるとは思うけど、うん、一瞬で過ぎ去るから、あーもう気ぃついたら目ちょっと離したらもう大きなってるから、へー、だから今石田がやってることって俺めちゃくちゃいいと思う、うん、俺逆に長男がちっちゃい時がむしゃらに頑張ってたから、うんうんうん、気ぃついたら大きなってたみたいなところあったから、だからそれはすごいいいんじゃないかな、いやだから若い頃や、若い頃に子供ができてるから、うん、26やもん、26やろ、いやその頃やったらやっぱり俺も今みたいなことできへんかったと思うな、うん、なるほどな、今50なんやろ、誰が50なんやろ同期や言うてボケが大味やな石田がでも今、今39で、だから37の時に生まれたから、だからもう10年後やから、そうかそうか、26の時の石田もバリバリやってる時や、だからもう必死や、だから M1 に向けて必死な時やから、そこで子供がじゃあできてても、うん、そしても俺は多分可愛がられへんかったかもしれん、はあなるほどね、うん、今じゃもう楽しいでしゃあないんじゃない、楽しいでしゃあないほんまに、でも、うん、その時子供ができてなくてよかったと思う反面、うん、26ぐらいとか20歳とかで子供できてたら、うん、どうなってたんやろうとも思う、あだって20歳の時に、うん、もしも子供ができてて、うん、で今もう19歳とか成人ですよ、わけですよ、はい、そうなった時によ、はい、もしも俺が今の活躍ができてたとして、うん、じゃあ、うん、今でもなんか女子高生に人気やみたいなことを言われてたとするやん、うん、ってなったら娘めちゃくちゃ自慢やん、いやそうやとね、ほんまにそうやで、なあほんまにそうやと、だから俺それも憧れるなあと今からやろうと思ったそれこそほんま50とかね、いや確かになってくるわけやんか、だからこれ俺ごめん自慢になるかもしれんけど、うん、俺は実際その時あったのが、うん、長男が幼稚園の時にね、うん、もう跳ね飛びバリバリの時なの、うん、特にギリギリスっていうコーナーが人気やった時で、うんうん、その当時の、年少さんの時の運動会、うん、だからすごかったよ、その親子競技っていうのがあるから俺出るわけよ、障害物競技、しかもまだバリバリやん、俺バリバリや、あの頃な、あの頃バリバリ動けるし、いう点でこうわーって出てきた時にもううわーって、うん、子供たちからギリギリス、カジギリスみたいな時、あれめっちゃ気持ちいい、めっちゃええなぁいやでもさ石田分かれへんやんから、今のね娘さんが言うてもまあ小学校中学校ぐらいでね、うん、まだ運動会があるわけやん、うん、全然まだ活躍してたらさ、うん、全然あるよそんな、うわーすごい石田さんやみたいな、いやでもその頃に走れるかって言ったらもう走られへん年一のさ、うん、なあのリンカーンの運動会あるやんか、それで一応俺一番足速いみたいになってんねんけど、あれもうおっさんしかおらへんねんだから速い風になってるけど、せやねんな、そやねん、まあ運動会だけじゃなくてさ、やっぱり石田っていう存在がもうブランドが今えげつないと思うから、だからそのあるやん参観日とか、うん、真っ白でいってよ、いや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 めちゃめちゃ滑り倒してる難しい、絶対娘たちがもう愚痴ってんでかげでまた白で来てるんですか、じゃあもし娘さんがちょっとパパと白で来てくんないと言われたらどうすんの、行くやろ行くやろ、パパやな、可愛いでしゃあないやろ、可愛いで
手じゃない。1歳10ヶ月やろ、うん、こっからまたえげつないからな。そうだから、うん、ほんまここ数日でめちゃくちゃ言葉喋るようになってきてて、うん、ああそうね、それぐらいよね。そうこれがもうたまらんよね。たまらんよ。しかもさ、でも俺には分からない、うん、双子ってまた特別に可愛いというかさ、うん、ちょっとリンクしたりすんの。リンクというかシンクロ。あ、そうシンクロやっぱお前アホやな。シンクロな、うん、したりすんのやっぱり。シンクロするよもう。やっぱりそうなんや。全く寝方一緒やったりとか、うん、全く同じタイミングで、うん、って気張り出して、全く同じタイミングでうんちして、全く同じ、大きさ同じ色同じ匂いとか、みたいな。こんなことあんのみたいな。それほんま不思議よな。めちゃくちゃ面白いよ。へえ。いや俺ね、石田のツイッターを見ててね、ああいうツイートを上げてくれるやんか、うん、どんどん上げてってほしいよね俺は。おお、これでもだから多分賛否あると思うねんけど、石田またあんなんやってって言ってる人はおると思うよな。おると思うけど、もうこれ言うていいよ、うん、俺はっきりと、うんうん、それ言うてるやつしょうもないと思うよ。誰が決めてんと、うん、そういうことをやったあかんとか、芸人はこうとか、うん、僕そろそろそういうのいいんじゃないかなって、うん、思ってるけどね、うん、いろんな見せ方があるわけやから。まあそうね、そうね。 SNS に関して言うと楽しければいいと思ってるから、うんうん、ちょっとでもハッピーな気持ちになったりしたらええかなって思ってるから、うん、なるほどね、うん、共有したいだけ。はい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 、はい、3人目は考えてないの。考えてるやん。考えてるやんって何言うてんの。考えてるやん。いや考えてるやんはおかしい。何言うてんの。そろそろ2歳だねで、そのタイミングやから。何人まで考えてんのじゃあ。嫁さんと言ってんのはやっぱ4人ぐらいは欲しいねっていうのはずっと話してるから。一緒やん、うちも4人やんか。なあ最高やな。奥さんは何歳。まだ27。うわバリバリいけるやん。まだまだ全然ね、体的に健康だし。そう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 、いいよ4人は。次じゃあ男の子欲しいんじゃないの。男の子も欲しい。まあでもどっちでもええねんかもな。キモいな顔が。ちょっとごめんなさい、もう我慢できへんかった。顔がちょっとキモいですね。さっき映画の脚本の話してる人だと別人の顔してたんやけど。我が子の話になったら顔溶けてくる。なんやろうな俺な、不思議でさ、石田明っていう男は嫌味が一切ないのよね。例えばさ、これが同じことを違う芸人さんなりタレントさんがやったら、うん、周りからほんまにちょっとやっかみがあったりとか言われたりすると思うねんけど、うんうん、石田ってそういうのが全くないのよね。多分本当にそういうやましい気持ちとかがないんやろうね。ああかもしらんね。俺マジでこれ言うの初めてやけど、うん、生まれ変わるなら誰芸人になりたいの1位俺石田やで。キモいな。あよかった、早急にお返しできてよかった。こんなに早く返されるの。そんな言われる思っても言うてないし。いやマジで。お笑い芸人とか表に出る人間っていうのは、うん、嫌われてなんぼとか、うん、ね、あの普通が一番ダメとかさ、うん、ね、嫌われてる方がいいとかよく言うねんけど、うん、まあれはあれで正しい理論だったりする、うんうん、俺石田を見てると、うん、石田ってほんまに好感度高いし嫌われてないん、うん、でもそれがじゃあ普通っていう風に見られてるのか、そうじゃなくて石田は人気がある。もう憧れる。もう疲れたんだよ。いろ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 叩かれたりする。疲れた。慣れない。傷まみれやもんな。マジでなんでこんなに石田と違うんかなみたいな。そのまあやってることももちろん違うんだけど、とはいえ石田も別に守ってはないやん。言いたいこと言うてるし。言いたいこと言うな。うん、うん、基本的に井上の悪口ばっかり言ってる。悪口ばっかり言ってるやん。言うてるな。そういうのになんかすげえ嫌われないやん。うん、そんなに嫌われてはないかもしれんな。あ、そうか。でも井上が全部そこを背負ってくれてんのか。うん、そうね、うん、あいつがなんかすごい吸収していくというか。吸収ってどういうこと。うん、まああいつなんかそのさ、元気玉の逆バージョンみたいな。すごい像をあいつ食べて、あいつ強なってるからさ。うん、だからあいつのメンタルもえぐいよね。グイなあ。その辺で言うたら、まあ、でも基本的にはあいつはそのメンタルが強いとかじゃなくて、うん、相手にしてないね基本的に。ああ、なるほど。見えないようにしてるというか。ああというかその、うん、いい意味でも悪い意味でも、うん、人々を見下してるんやと思う。おお、だからそんな言葉、いやあなたに言われてもぐらいでしか思ってないってこと。うん、はい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 。そう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 。なるほどね。うん、石田の声は届くの。だって俺が言っても、うん、はいはいまた言ってるやんでなってる。うせやん。うん、でもたまにさ、ノンスタイルでもね、こんだけ
19年やってたらさ、揉め事もあるわけやんか、あるあるある、絶対に、うん、で真剣にちょっと話し合うかっていう時間もあったと思う、うん、そういう時も響かないの？響かない。だって俺漫才終わって、うん、漫才中の態度がムカついて、はけていきながら井上の襟首掴んでうらーってやったことあるから。せや、うん、何それ、お前何やよ、おらっつって、え、はけて、もうほんまにお客さんから見えるか見えへんかぐらいでも行ったってこと？そうそうそう、何やねんお前っつって。え、じゃあ井上は？いよいよこれはやらして、今日はほんまに井上はちょっといろいろあって、ね、唐突なことやったわけじゃないですか。井上から LINE が入って、うん、交通事故を起こしてしまい、うん、少し仕事で迷惑かけるかもしれませんみたいなやつが来て、うんうんうん、もうこいつのためにネタ書くのも嫌やなって思ってたぐらいまで思ってたんや。やっぱ最初に俺がすげえ気楽になったのは、うん、ダウンタウンの浜田さんの番組に呼ばれてて行ったのね、うんうん、復帰用の漫才を作って、うん、でよくやるネタもできるように。難しいなが、うん、車とかが出てくるのに使いにくいから。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。